はい、こちらがね、まあ、安中市のグリーンセンターかな。その焼却のね、熱で、まあ、亜熱帯炎かな、すごいね。熱帯植物園、ここへ来たのはもうね2回目なんですよ。こういった場所ですよ。はい、だいぶ気温が、まあ、なんていうか慣れてきたんじゃないでしょうかね。あったかいですね。ある意味こういった場所っていうのは、まあ、体調を崩す原因になるかもしれませんね。あまりにもね外気温と差がありすぎるんでね。カトレアっていうのは強いんだね。見事だね。もちろんね、真冬の腕立ちで、まあ、コートを着てるわけですけど、まあ、本当にまあ、コートいりませんね。よく見かけるこれはアンスリウムっていうんだね。どうしようかな、もう一度パイナップルのとこ戻ろうかな。これ綺麗ですね。デンファレ。まあ、ランの一種かな。そしてカトレア、これは見事だ。おお、まあ金魚さんもあったかいから嬉しそうだね。普通こんなね、まあ、外で飼われてる金魚こんな動きませんよ。外に出ると恐ろしく、まあ、外気温が、まあ、皆さんアンスリウム覚えましたね。まあ、独特の形状ですからね。
おお、これは身をつけてますね。あ、とっくり足です。マスカリン諸島、幹の株が膨れてとっくりに似た姿になる。はあ、確かにとっくりですね。まあ実もなるんですよ。こういった実ですね。すごいね。まあ小粒なブドウみたいな。これもよく見かけますよね。これね、そのものもズバリね、紅ひもの木、まあ、根元にね、紅ひもの木ってありますよ。もうすぐそこが出口なんでね。パイナップルだけじゃないですよ。はい、パパイヤ、熱帯アメリカ、亜熱帯の代表的な果実。うん、なかなかお店で売られてるよりもでっかく育ってますよ。へえ。すごっ。パピルスですよ。中部アフリカ、大エジプトで、まあ、茎の髄から紙を作っていた、まあ、ペーパーの語源ですね。パピルス、いやー、コートを着てるから、まあ、だんだん汗ばんできますね。それで出た時の衝撃が怖いですね。うん。まあ、一番見事なお花スペースはそちらですね。
じゃあまたパイナップルくんのとこまで行きますか。あ、そうかそうか。まあこちらはね、まあ、マンゴーですね。インドからマレーシア、広く熱帯で栽培される。果実は甘く、中に一つの種子。ほうほう。まあさっきのはね、パパイヤですもんね。大きさが違うわけだ。はい、再びパイナップル君のところに戻ってまいりました。よくなったね。熱帯アメリカ、日本で琉球、奄美諸島で栽培。まあ、ジュッカを、まあ、生食、缶詰、ジュース等に加工します。あったか。はい、このような薄い熱帯植物園からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。